はい、皆さんこんにちは。榊篤でございます。ですね、これも大機嫌、ですね。毎日ね、何ゲームこっからネタもろてるんですよ。嬉しいですよ。大機嫌さん、お気に入りありがとうございますって感じで、法輪功というですね、もう20年ぐらい前でしょうかね、中国をで迫害されてですね、追い出された時は逃げたというべきですね。中国は本来逃がしたくなかったでしょうけどね、えらいもんを逃がしてしまいましたね、これね。世界中でですね、中国を批判する活動を続けています。で、だから、その、なんていうか、ケアモノサイトかといったらそうでもないんですよね。ちゃんとした、ジャーナリズムな、ですね、要素を、が、ジャーナリズム的なサイトをですね、これ。なんて言いますか、事実無根のフェイクニュースばっかり流してるっていうのは、それとは正反対です。ちゃんとですね、ネタ元を調べて、きちっとやってますね、ジャーナリズムを。はい、その大期限に出ました。これは昨日出た記事かな。おととい7月4日ですね、米国ファーウェイの企業ライセンス8件を取り消し、有事には中国企業は中共の手先なる、には抜けてますね、になる可能性ありということで、当たり前やね。ちょっとじゃあ本文ちょっとだけいきましょうか。国家安全上、米バイデン政権は、バイデン政権が中国の通信機器大手ファーウェイに製品を供給することを許可していた一部企業のライセンス8件を今年取り消したことが明らかになったと。7月2日、ロイター通信によると、米商務省はマイケル・マコール下院外交委員長の質問に対する回答文書で、2024年初めからファーウェイに関連する8件の追加ライセンスを取り消したことを確認した。該当文書によると、ライセンスが取り消された品目には、運動器具、事務用家具、タブレット用タッチパッド、タッチスクリーンセンサーなど、低技術レベルの IT 製品が含まれている。商務省にはこれらの製品は中国が国内外のソースを通じて容易に入手できると説明していると。まあ、以下続きますけどですね。この事実、ファーウェイのライセンスを取り消したというのもですね、まあ一つニュースですけども、ここからというか、まあですね、こういったいろんな事象から見てですね、私がいつも驚かされるのはですね、アメリカ本気やなということですね。アメリカは本当に本気で、ですね、中国という国をですね、抑え込んでですね、好きあらばぶっ壊してしまおうと思ってるんですよ。そう考えているんですね。で、かなり本気やなと。もうガチの本気でですね、中国を潰しにかかってるということがわかります。容赦なく、いや、アメリカ人ってそういう時容赦ないんですよ。全く容赦なく、最後の最後、ブーの出が出なくなるまでですね、要は無条件降伏、日本が昔やられたみたいにですね、とことんですね、やってしまおうというのがアメリカ人ですね。で、そのことに今また多くの日本人は気づいていないんちゃうのかなという気がするんですね。で、このファーウェイなんてもう目つけられてるわけですから、もう徹底的にやられてますね。で、要はですね、もうファーウェイのビジネスをとことん邪魔しようということをアメリカはやってるわけです。これ非常にね、やばいことなんです。やばいことというかですね、この後ですね、中国とアメリカは必ずどこかでウォーになるんですよ。いや、当たり前ですよ。中国がね、どっかでね、ごめんちゃい、ごめんちゃい、ごめんちゃい、許してってやれば話は別ですよ。やるわけないや、今の。少なくとも習近平が生きてるうちはやるわけない。生きてるというか、まあ、トップにいるうちはやりたくない。いや、やるわけないんですね。ということは、どん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 、こう、ここの王に向かって、こう、どんどんどん進んでいくわけですよ。今、どの辺か分かりませんよ。どの辺か分かりませんけど。進んでていて、必ずこう、最後は、ウォーということになるわけですよ。それがですね、中国が実はですね、分かっていない、と、私は思います。5、6年前のね、中国ってね、もうコロナの前ですね、習近平がですね、2期目の途中ぐらいにですね、中国は完全にですね、勘違いをしたんですよ。何かというと、自分たちはこれからどんどん発展していけば、そのうちアメリカに勝てる。
現に今半分ぐらい買ってるじゃないかぐらいにですね、その時思っていたんです、ね、でそれは多分習近平の狭い領権でそういうふうに考えた結論を出したんだと思います。でなんでその時にですね、彼らは思ったら、ちょうどトランプがですね、中国けしからんとかって言い始めた時ですよ。2018年頃、今から6年前か、けしからんって言い始めた時にですね、中国はですね、融和路線ではなくて対決路線を選んだんですね、習近平が。でどん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 対決に向かって、それが今でも続いてるわけです。でその時対決路線を選んだ理由はですね、自分たちは勝てるんだと、そのうちアメリカに勝てるはずやと、あらゆる点で勝てると、経済的にも大きくなる、まだまだ発展するわけですね。中国には14億いるというふうに言うてます。アメリカは 3.5 億かな今ですね、ぐらいでしょ。でそれからイケア一人当たりの GDP が同じになったらですね、中国はアメリカの3倍の国になるわけです。3倍4倍4倍近い国になるわけですね。で勝てるやん絶対というようになるでしょ。それでしかも軍事力もどんどんですね、こう増強しているから、あその瞬間、6年前の瞬間ではアメリカに劣るかもしれんけど、もう追いつくまでに10年はかからんやろぐらいの習近平はそんな気持ちでいたと思うんですね。だからですね、突っぱねたわけです、アメリカの要求を。ごめんちゃいしなかったわけです。まあ一部妥協はしましたけどね。でそのまま来てるわけでしてですね、アメリカはそういった中国を見てね、完全に対中封殺モードに入ってきた、来ているんですね。でこれはだから隅々容赦ない。アメリカ人の仕事というのはですね、いやそれあいつがやる気になったらカチッとしますからね隅々容赦がないんですよ。で中国はあらゆるずるいことをやって、それを逃れようとしているんですけど、まあ、一部逃れられてますしですね、一部ですね、ファーウェイを押さえつけようと思っても、ファーウェイはしぶっとく生き残っていてですね、アメリカ人がびっくりするようなしぶとさとですね、技術力を持って今は生き延びてますけども、最後の最後までそれでいけるかというとですね、私はそれが疑問だと思います。でですね、この先ですね、アメリカの容赦ないですね、中国封殺がですね、行き着くとこまで行ってですね、さっきも言ったように、こう、ウォーになるわけですね。どこかでね、止まればいいんですけど、止まりません。で、我々はどうするかっていうとですね、アメリカに着くしかないんですよ。それ以外の選択肢ないです、日本には。もちろんですね、軍事的に日本は弱っちい国なんですね。中国がその気になったらひねり潰せるような国なわけですね。だからアメリカが守ってくれるからこそ日本はふわーんってしてられるわけですよ。そのことを日本人はよく理解すべきだって、アメリカ人よりも理解すべきだと思います。なぜ僕ら弱い国なんです。アメリカの属国なんです。もうアメリカについていくしかないですよ、米中対立とか言うたら。だからですね、今のうちからですね、それを見越してですね、日本はですね、いかにこうね、アメリカと中国がギュッとこうなった時にですね、こううまく火の粉をかぶらないようにと、日本人はそれを考えるしかないですよ、今の日本人は。もう軍事力がないわけですからね。でよく理解して、いずれはあかんねんと、アメリカが本気出してんねんと、いずれはですね、中国が叩き潰されるということをですね、肝に銘じてですね、その時に備えるべきというのが日本の正しいやり方だと私は思っています。一応この読みかけましたですね、米国ファーウェイの企業ライセンスというのをですね、アドレスを一応貼っておきます。はい、皆さんどうもありがとうございました。